スなど慣れないポジションにもがき、それでも武田はサッカーに J リーグにしがみついてきた。周囲に何と言われようが。そして4チーム目のジェフでは最年長32歳。自分がベテランなんだなって思うようになったのっていつ頃ですか？いや、このチーム来てからずっと思うんですよ。今まではなんか自分が日本代表入るために、点取るためにっていう感じだったけど、今の時点はもう点取ることより今このチームを残すために自分はどうしたらいいかなっていう感じでやってますよね。若い頃は派手なイメージさえ持たれていた武田も、独身生活の住処はむしろ地味な印象すら。自ら人生が決まるようなプレッシャーだと語るその不安を一人で耐えているのかと、部屋には一通の手紙が。己に勝て、自分に負けたらダメ、たくましく生きていくこと、母より。明日の試合には両親も呼んでいる。負けられぬ試合を前に神をも味方にしたい。そうだ、信じて、勝つこと信じてるし、一人だから余計にさ不安が多いからさ、はい、その不安の一つには自分の足の怪我の回復具合もあったが、弱音は吐いていられない。自分を育ててくれた両親が見に来るのであるし、親にとってはいつまでも子供は心配の種。今日はどうしても勝ってもね、ね、絶対勝つと思いますけど、でも怪我してるから、90分は無理でしょうからね。今日勝てばチームの残留が近づく。その強い思いが走る武田の左腕に。この日のキャプテンマークはラモスから授かったあの日の丸だ。ドーハの時の韓国に勝って、最後イラクにしてあげて、ワールドカップ進出ならなかったんですけど、あの時のやっぱラモスさんの言葉ですか。6年前のドーハ、ワールドカップ行きを目指していた日本代表は、宿敵韓国を破った時点でまるでワールドカップ行きが決まったかのように喜んでいた。だが、ただ一人、ラモスは。頑張りましょう、みんなで。そして待っていたのは、最終戦でのロスタイムの悲劇。韓国に勝った時も、やはりみんな喜んでいるけど、勝負はこれじゃないって、最後の最後でわからないって言った言葉がすごい、自分の中にもあるから。忘れ得ぬ悲劇。ピッチには福田と武田がいた。くしくも最後まで諦めてはいけない。気を抜いたら負ける。チームリーダーとして武田は檄を飛ばした。そして走った。どんな泥臭いゴールでもいい。チームが生き残りさえすれば、それだけが自分の仕事だと言わんばかり。人生のかかった戦場の中で、だが1点でジェフは敗れた。自力での J1 残留はなくなった。また本人にも元気づけてください。勝負師だから大丈夫すいませんだおま。結果だけの勝負の世界。それでも武田は決して落ち込んだ素振りは見せない。自分がうつむいたら若手が立ち直れない。表情だけでも攻めて。だがその表情の裏では自分に対しての不甲斐なさを感じていたようだ。去年の今頃も入れ替え前で、ね、こうさあもうこれもあれだな、チーム撤退だなんだって言われて、で1年経ってまたこんな感じですもんね。あれどこで何やってんだろうなって思いますよ。やっぱそういう不安は言われますよね。一番最年長じゃないですか。やっぱりお金もらってるし、そういう意味でこのチームがやっぱ落ちたりしたら、やっぱり自分はいらないって言うんじゃないですか。サッカー選手という職さえも失いかねない現実。その現実を打破するには次の試合を大差で勝つしかない。彼の祈るような気持ちがそうさせたのか、武田はラモスを訪ねた。魂のオーラを求めに。この人もジェフはね、本当に責任感すごい感じてるし、ジェフはねのために京都捨ててベルギー捨てていったから、このまま黙ってられない男だと思うけどね。やってくれる、俺信じてるから。やってくれる、頼むよ。もう応援してるからね。
だが武田はファーストステージから続いていた不振にあえいでいた。ようこそ 4WD スポーツの世界。